みなさんこんにちはワールドラバーマーケットのシャオです今回はこちらのテーマについて紹介していきたいと思います曲げる yg サーブと曲げない yg サーブを使い分けるたった一つのポイントについて紹介していきたいなと思いますこのサーブなんですけれどもそのサーブだけはその動画だけで以前紹介したことがあってえっとすごい曲げる yg サーブ とと曲げない YG サーブってこでで出したんですけれどもまあ基本的に YG サーブってえっと右利きの選手が出したらこ左側に曲がっていくサーブが出ていくんですけれどもその左側に曲がるサーブとそのまま曲がらないで進む YG サーブをたった一つのポイントで使い分けることができるっていうところを今回紹介しようと思いますえ実際の,そのサービステクニックなんですけれども。 押す力力と引く力まあ前に出す力とその後ろに引く力を使いいましょうっていうことこですどういうことかっていうとその通常の YG サーブこういうふうに左に曲がっていくサーブなんですけれどもそれはもう普通通りですね普通にこう前に出す前に押す力でサーブを切るサーブを出すってことですね。 逆に曲げない全く曲げない YG サーブですね。それはこう引く力を使って YG を出しましょうということです。っていうことですね。<laughs> <laughs> えー、今現在 YG サーブっていうのはこう紹介とかはすごいされてますけれどもふ普段から使ってるサーブとしてはあまり使ってる人がいないのかなと思います。でそういった中でこの通常の YG サーブを出すだけでも相手に効きますしその中でまたこういうふうに。 変化を入れることができればさらに効くのかなと思いますぜひ、えー、このサービステクニック参考にしてみてくださいありがとうございました